皆さんはがんという病気を知っていますか？おそらく多くの方が名前は知っているよと答えるかと思います。ただ、がんについて詳しいことを知っているかと聞かれると、なかなか縦にうなずくことは難しいんではないでしょうか。今回の動画はですね、すごく詳しい知識までは紹介できないんですが、がんについて知っていただいて、例えば皆さんのご家族や大切な人、皆さん自身ががんにかかった時に何ができるのか、どういった行動を起こせるのかっていうのを考えるきっかけになればと思っておりますので、どうぞ最後までお付き合いください。改めましてどうも、ハイチーです。今回はがんについて話をしていきます。で、早速がんとは何なのかっていうのをこの部分で伝えたいとこなんですけど、その前に私が今回この動画で皆さんに伝えたいことというのを改めて共有させてください。2点です。細かいことあげればたくさんあるんですが、皆さんが見終わった時にこの2点を覚えてというか意識として持った状態で終わっていただけるとすごく嬉しいです。まず1点目、ほにゃららが一番の武器、そして行動へとあります。これは何かっていうと、ちなみにこれはがんだけではないです。例えば他の病気もそうですし、一般的なことでも言えると思います。それは正しい知識です。皆さん、冒頭で私がガンについて、ガンとは知ってますかっていう話をした時に、おそらく多くの方が知ってると思ったと思います。で、私ももちろんそうです。ただガンっていうのはすごい言葉の認知度、病気の認知度はあるんですけど、イメージとかが先行していて、じゃあ正しい知識を持っているかといったら、なかなかそうじゃない方も多いと私は思ってるんですね。なので、まずは正しい知識をきちんと持つ、イメージだけじゃなくて、イメージではなくて正しい知識を持って、その武器を持った状態で何か行動を起こしていく。皆さん自身ががんにかかった時にどういったことができるのか、皆さんの大切な人、身近な人ががんにかかった時にどういうサポートができるのかっていう知識があるからこその行動だと思ってますので、まずこの部分をこの動画からも感じ取ってくれると嬉しいです。そしてもう1点、がんになってもほにゃらら生きることはできる。これはですね、今回この動画を作るにあたって、いろんな方のエピソードというか、まあ、実際がんにかかった方の話とかも聞かせてもらいました、読ませてもらったりねしたわけなんですけど、がんになったから人生が終わりとかそういったことではありません。自分らしく生きることはできるんだって、でもそのためには正しい知識が必要なんだっていうところがありますので、この部分が今回この動画で伝えたいところなんだっていうのを、ちょっと皆さんに受け取ってもらった上で、この先もぜひ見てください。それではまず、がんとは何なのかっていうのを、こちら上4行を使って話をさせてもらいます。まず、がんっていうのはほにゃららの複製エラーによってできるとあります。で、これは少し簡単な表現にはなってるんですが、何の複製エラーか、それは細胞です。細胞、我々の体はたくさんの細胞でできてます。この手もね、で、毎日のように細胞分裂が行われているんですが、その細胞分裂をするときにですね、遺伝子が何らかの原因で傷がついてしまうことがあります。で、その傷がついてしまうことによって細胞分裂した先にエラーが起こると、つまり傷を負った細胞ができることで、そこががん細胞の始まりとなります。で、そのがん細胞ができますよね。で、その子が細胞分裂をしたりとか、こう複製したりすることで、だんだん広がって、ちっちゃかったがん細胞がどんどん大きくなっていく。これががん細胞の始まりとなります。で、ちなみにですが、このがん細胞っていうのは、私の体もそうですし、皆さんの体でも毎日できています。実はがん細胞が、ただなんでこうやってね、がんを発症してない方が多いかっていうと、免疫っていうですか、免疫が仕事をしているからです。免疫がこのがん細胞と戦って、がん細胞を退治してくれます。うわーってやって、だから皆さんはがんにかかることなく生活できている方が多いんです。ただその、免疫の能力っていうのは、年齢が上がるにつれてその力は弱まっていきます。なので、皆さんよりも私自身、私37歳なので、多分多くの方が学生さんが多いと思うので、皆さんよりも私の方ががんにかかるリスクは高くなると、そういったことになります。で、ちなみに日本における死因の第1位です。はい、がんは第1位で、
ほにゃららに一人が一生のうちに何らかのがんにかかると言われています。これはなんと2人です。2人に1人、がんもね当然たくさん種類があるんですが、2人に1人が一生のうちに何らかのがんにかかると、そのぐらいの確率でがんっていうのはかかるんです。身近な病気なんですっていうのをまず覚えておいてください。ではなぜがんにかかってしまうのでしょうか。その原因としてはウイルスだったり生活習慣、親からの遺伝、体質、いろいろ考えられます。ただまだ原因がわからないがんも実は多いんです。確かに生活習慣であれば自分でコントロールすることはできます。ですが他の理由は自分でコントロールすることはできないですよね。なので生活習慣をどれだけ整えていてもがんにかかるリスクっていうのはあるわけです。がんについて考えていく上で大事なキーワードがあります。それがこちらの早期発見です。もちろんがんだけの話ではないとは思いますが、がんは早期に早いうちに発見すれば治る可能性が高くなるんです。これはよく覚えておいてください。で、それがどういったことなのかっていうのをこちらのグラフを使って説明していきます。このグラフはこちらが時間です。右に行けば行くほど時間が経ってる。で、縦ががん細胞の数だと思ってください。つまりこのカーブはだんだんがん細胞が増えているんだっていうのを表しています。時間が経つにつれて増えていると。で、もちろん増えていくんだろうなっていうのは皆さんもイメージを持ってるかと思うんですが、増え方が特徴的なんです。実はこれ2箇所×を打ちました。で、この1箇所目のこの×です。ここにちょっとがん細胞が塊があって、だいたいこれが1センチぐらいのがん細胞だと思ってください。こちらの×ちょっと大きくしますね。これが2センチぐらいのがん細胞の塊です。実はがん細胞エラーが起こってがん細胞が発生してからこの1センチぐらいになるまでにどのぐらいの時間がかかるかっていうと、おおよそ10から20年かかると言われています。つまりすごい長い時間をかけてこの1センチぐらいのがん細胞になっていくわけです。それではこの1センチから2センチ同じ1センチの成長ですよね。ですけどここの1センチは1、2年、これに比べれば10分の1ですね。この短い期間でがん細胞が大きくなっていきます。グラフを見ても分かるように、この2センチから右側はより早くがん細胞が大きくなっていきます。例えば皆さんは熱を出したら病院に行きますよね。そういった熱が出るとか、例えばくしゃみが出るとか咳が出る、体がだるいっていうのを自覚症状と言います。そういった自覚症状が出るのは実はここなんです。ここです。このラインでここまで来ると自覚症状が出てくる。ですが今話した早期発見っていうのはここじゃないんです。どこかっていうとこの部分です。ここで発見をしたいんです。ただ自覚症状はありません。なのでどう発見するか、それが検診なんです。がん検診と言われても学生の皆さんにとってはちょっと遠い話に感じるかもしれません。ですが身近なものもあるんです。例えば女性の子宮頸がんの検診、こちらは20歳からです。他には男女ともに40歳から肺がん検診と大腸がん検診、女性は乳がん検診が加わります。そして50歳からは胃がんの検診があります。今は制度としてこのようなものがありますから、ぜひ覚えておいてください。ちなみに検診以外でも体調不良等で病院に行ってみて診察を受けた時にがんが見つかるというパターンも非常に多いです。なので体調不良の時は検診などを待たずにすぐに病院に行くようにしましょう。次に実際にがんにかかった時にどのような治療をするのかを話していきます。例えばドラマとか映画などでがんの治療ってものすごいしんどいイメージがある方もいるかもしれないんですが、がんの治療っていうのは日々進化していて副作用も抑えられるようになっています。手術にしても放射線治療にしても薬を使った抗がん剤治療にしてもがんの治療法は日々進化しています。がんの遺伝子を分析することによって必要な人が必要な治療だけを受ければいいという方向にもなっています。だから決してがんにかかったら人生が終わりなんていうことはないんです。がんの治療をしながらご自身のライフスタイルを築き上げて生活している方がこのようにたくさんいることをぜひ覚えておいてください。また今の日本ではがん患者さんを支えるためのお金に関するものだったり仕事に関するもののサポートをする制度っていうのも徐々に整いつつあります。
ですがそういったものも知識がないとそもそも使うことができません。がんにかかった方の中には恐怖心だったり孤独な気持ちと戦っている人も少なくありません。なかなかそういった時に制度とかに目を向けるのは難しいです。ですからぜひ周りの方が知識を持ってこういったものがあるよっていう提案をしてあげることもできるわけです。それに制度とか医療では支えきれないメンタルの部分だったりとか日常の不便っていうのは身近な人が支えることができる部分だと思っておりますので、その辺もぜひ考えるきっかけになっていただけたら嬉しいです。今回この動画を制作するにあたって私もいろいろとがんについて勉強させてもらいました。その中で今自分が何ができるのか、自分自身のこともそうですし家族のこと、自分の親のこと、例えば親に検診を勧めるなんて今までしたことがなかったです。でもその一言が言えるのも子供だからこそ言える部分だと思うんですよね。ですから今回この動画をきっかけに皆さん自身が何ができるのか、どういったアクションを起こせるのかっていうのをぜひ考えていただけたら嬉しく思います。それでは最後にがんのリスクを下げる5つのポイントを話して終わりたいと思います。1つ目はタバコを吸わない。タバコはいろいろながんのリスクを上げるんですが、特に肺がんです。タバコを吸っていない人よりリスクは約4倍にまで上がります。ちなみに男性の死亡するがん1位がこの肺がんです。2つ目はお酒を大量に飲まない。タバコと違うのは禁止ではないところです。飲みすぎると体に負担がかかって肝臓がんとかのリスクが上がります。ちなみに未成年は少量でもダメですよ。未成年のうちは少量でも体へのダメージが大きくなるのでやめましょう。残り3つは内容がつながっているので一気にいきます。適度な運動をしてバランスのいい食事を食べて適正体重を維持すること。ちなみに太りすぎるとがんリスクが高くなると言われてるんですが、実は痩せすぎもがんリスクが高くなると言われています。なので適正体重がいいってことを覚えておきましょう。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。今回聞いていただいた内容を踏まえてぜひ一つでいいので何か行動を起こしてください。例えばご家族とこれについて話をしてみるとかでも構わないと思います。そういった一つの行動、一つのアクションががんリスクを下げていくことにつながると私は信じていますので、私自身もそうですが皆さん自身も行動を起こしてぜひお互いにがんリスクを下げていけたらと思います。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それじゃまたね、バイバイ。